ブラック業から脱サラし、わずか1年2ヶ月で月収1180万円稼ぎに、パソコン一台で自由に生活しようとし、その総合はお送りします。あなたの家の近くにイオンはありますでしょうか？イオンって安いものは多いですし、品数も豊富ですよね。そのため、イオンで仕入れができないかなとあなたも考えたことあるかもしれません。で、一方でですね、こんな不安もありませんか？イオンで本当に仕入れができるのかな？近くにイオンくらいしかないんだけども、イオンセドリってまだできるのかな？また、イオンセドリをしてるんだけども、思うように仕入れができないな。で、このようなお悩みを持っている方、結構いらっしゃるかなと思うんですけども、こういった悩みをお持ちのあなたにですね、今日はイオンセドリのメリット、デメリットを踏まえた上で、イオンセドリのやり方やコツ、これらもですね、詳しくお説明していきたいと思います。いつも利用しているイオンを使って、買い物ついでにガッツリ利益商品を仕入れていきましょうね。それでは行きましょう。まず最初にですね、イオンで背取りをするメリットからご説明していただきます。でイオンで背取りをするメリットは4つありまして、まず1つ目ですね。1つ目が定期的にセールが開催されるということです。でこれですね、イオンによく行く方なら、20日30日 5% オフって流れる音楽聞いたことあるかなと思うんですけども、イオンはですね、結構頻繁にセールが開催されています。で毎週金曜日やですね、火曜日っていうのもやってますね。でどんなセールがですね、開催されているかっていうのは後ほどご説明していきますが、まずこういったセールを開催されているというのが1つ目ですね。で続いて2つ目が全国になるので地方の人もできるってことですね。で地方の店舗セドラはですね、仕入れ先が限られていてですね、まあ、思うようになかなか儲かる仕入れ先見つけられないなかなって結構あるのかと思うんですよ。なんですけどもイオンはですね全国展開しているので、そんな地方に住んでる方にもですね、まあ、仕入れ先として結構おすすめですね。近場にイオンがありやすいってことです。で特に、地方のイオンはですねセールも行われやすい傾向になりますので、結構まあこれもおすすめですね。で続いて3つ目のメリットとしては、買い物ついでにできるってことです。で、イオンはですね、ショッピングモールですので、買い物、何かですね、夕飯の買い物のついでにですね、値札をチェックして、仕入れるってこともありです。で、買い物ついでにですね、仕入れができたら、その日買い物した分も取り戻せるかもしれないので、結構ついで買いしやすいっていうのは結構おすすめですね。で、続いて4つ目が、大型店舗なので、在庫処分品が多いってことです。でこれはですね、やっぱりイオン自体が大型店舗ならではかなというところだと思うんですよ。で、値下げ品やですね、在庫処分品も多く、一つの商品でもですね、いろんな複数あるってことも結構あります。で、そういったですね、大きく値下がってる商品がですね、仕入れられる利益商品として対象だったら、そこだけでですね、値下げ商品だけで全然稼げちゃうっていうのもあるんですよ。でこういった形でですね、今4つイオンセドリのメリットをお話ししましたが、一方でですね、イオンでセドリするデメリットってのがあります。で、デメリットはもう2つありますので、この2つのデメリットをちょっとお話しますね。まず1つ目のデメリットとしては、店内が広く仕入れが難しいということです。と言いますのも、イオンはですね、やっぱり大きな店舗ですので、商品の数も膨大です。で、特にですね、大型ショッピングモール型の、イオンですと、イオン側と専門店側に分かれていたりして、店舗数もですね、とっても多いんですよね。で、最初のうちはですね、こういった広さに慣れるまでに、仕入れられる商品を探すのはちょっと手間取ってしまう、時間かかってしまうっていうのは結構あるかなと思いますね。で、2つ目のデメリットとしては、イオンに行く必要があるってことです。で、当たり前の話なんですけれども、イオンセドリはですね、当然イオンの店舗までですね、仕入れに行く必要があります。で、特に副業でセドリって人なんですけども、少ない時間の中でですね、わざわざそういったイオンまで行かなければならず、このイオンに通わなきゃいけないっていうのは負担になってしまうかもしれませんね。こちらはデメリット2つになります。で、今ここまでですね、イオンセドリのメリット、デメリット、それぞれお話ししましたが、じゃあ実際ですね、こういったことが分かった上で、今後じゃあイオンセドリをあなたはやるべきなのか、本当にイオンセドリってこれからも稼げるやり方なのかっていうのをちょっとお話したいと思います。で、これ結論から言うと、イオンセドリはまだまだできます。稼げます。で、後ほどまた紹介しますが、買い物ついでにですね、実際に店舗に行って、信頼できそうな商品っていうのも実はもう私見つけてきたんですね。で、そこら辺で感じたことはですね、まだまだイオンセドリ終わってないなと思ったところですね。でただですね、やっぱりイオンに行かなければならないっていう負担を考えると、なかなかこう時間が取れない人、忙しいサラリーマンや主婦の方とか、OL さんにとってはですね、ちょっと難しいかなっていう部分もあります。で、そういった負担があってもですね、手軽に稼いでいきたいよっていうんであれば、やっぱりこのイオンっていうのは稼げる市場ではありますので、手軽に稼ぎたい人には十分ありなやり方ですね。ではですね、じゃあ実際イオンセドリやりたいあなたに、じゃあどういう商品をイオンから仕入れたら稼げるのか、そのイオンセドリをやるコツっていうのを今回ちょっとお話ししています。で、イオンでセドリやるコツとしては大きく5つありまして、まず1つ目ですね。で、1つ目が値札で見分けるっていう方法です。で、イオンではですね、大体の商品が値段の後ろがですね、80円とか8円とか800円みたいな風な感じの価格設定になってます。
それがたまにですね、バラバラの数字になってることなんですよ。で例えばですね、まあ、本体価格934円みたいな感じですね。で、こういうふうなバラバラになってる、数字がバラバラになってる商品っていうのは、価格が変更される、だから価格が変更されたっていう可能性があるので、こういった商品はチェックしておいてですね。またですね、本体価格1万円みたいな感じですね、こういった切りのいい数字も要チェックです。で、この場合はですね、一品限りのご方針としてですね、まあ、セール、安くなっている可能性がありますが、まあ、プロパー札の出でですね、切りのいい値札もですね、こういった商品も今日おすすめです。で、セールがですね、一目で分かる値札にはですね、以下のような実はあるものがあります。で、まあ、大きく特徴としては5つありまして、まず1つですね、バーゲンですね。これはあんまり値下げがされてない商品です。で、2つ目が暮らしの品、特別価格ですね。で、これはバーゲンと同等の値引き率です。で、ご奉仕品、これはバーゲン品よりも値下げ率が高いですね。で、プライスダウン、プライスダウンでは値引き率がかなり高いです。で、赤札ですね。で、赤札は特価品ですね。で、レジ落ちっていうのが会計時に大幅値引きされるですね、やつですね。で、今言ったものの、後に言ったやつの方がですね、値引き率高くなりますので、こういった値引きされている商品というのはですね、なるべくすべてチェックしていくっていうのが欲しいんですね。で、続いて2つ目のコツとしては、仕入れるタイミングです。で、基本的にイオンで仕入れるタイミング、一番おすすめなのはセールを開催しているときですね。で、具体的なセールで言うと、例えば火曜1はワゴンセールが主になってますし、5がつく日っていうものであればポイントが2倍。で、毎月10日ですね、10日はポイントが5倍になります。で、他にもですね、毎月15日は55歳以上限定で商品 5% オフになったり、毎月20日や30日もこれも 5% オフになります。で、こういったセールはですね、実はイオンの公式サイトを見てると全部書いてあるんですよ。で、イオンの公式サイトにですね、毎月のイオンカレンダーというのが掲載されておりまして、このカレンダーを見ればですね、いつどんなセールが開催されているとかっていうのはすぐにわかります。なので、イオンの公式サイトを見てですね、このカレンダーを常にチェックしていくっていうのがおすすめですね。で、続いて3つ目のコツとしては、イオンカードを使って仕入れるということです。で、イオンカードを持っているとですね、割引対象になるものっていっぱいあります。で、具体的に言うとですね、例えば毎月20日30日はお客様感謝デーで 5% オフ。で、毎月10日はですね、ありがとうデーでポイント5倍。そして毎月5のつく日はお客様ワクワクデーでポイント2倍。まあ、こんな感じでですね、イオンカードを持っているだけでこういったいろんな割引とかお得な特典というのを受けることができます。でまたですね、イオンカード自体、付帯の保険として、まあ、カード盗難の保険とか、まあ、家族カード、ETC カード、電子マネー、ワンマンなどありますので、まあ、いろんな特典もあります。で、年会費も無料なので、イオンで仕入れるときは、基本的にはこのイオンカードを使って商品仕入れていくというのがおすすめですね。で、続いて4つ目が、ワゴンをチェックするということです。で、イオンではですね、在庫処分品を頻繁にこういったワゴンでセールしています。で、ワゴンセールにはですね、一つの商品でも複数残ってるっていうことは結構多いんですよ。で、運が良ければですね、1回にそのワゴンだけで10万円分くらい一気に仕入れられてもします。なので、もしですね、あなたがイオンに行ってワゴンを見つけたら、これ要チェックですね。で、続いて5つ目。5つ目が、決算月を把握するってことです。で、イオンに限らずとも、こういった会社の決算月を狙うっていうのは、まあ、基本中の基本ですね。で、ちなみにイオンの決算月ってのは2月です。で、なので2月になるとこういった決算セールで非常にドーンって、ね、全商品がかなり安くなりますので、2月ってのはめちゃめちゃイオン稼ぎやすいですね。で、今5つですね、イオンセールにこすってお話しましたが、ただですね、その中で言ってもやっぱりですね、イオンの世界店内広いので、まあ、どこを見ればいいのか迷っちゃうっていう方も結構いいんじゃないかと思うんですよ。なので、そういったいろいろな中でも最も優先的にあなたが見た方がいいジャンルっていうのを今日と、ちょっとお話していきたいと思います。で、イオンセドリで見るべきジャンルっていうのはいくつかありまして、まず一つ目ですね。で、一つ目が美容家電です。と言いますのも、女性のセドラですね。まあ、こういったセドリやってる人っていうのはやっぱり少なく、かつですね、男性の人っていうのは、女性もこういった美容家電恥ずかしいってチェックする、恥ずかしがってですね、ちょっとチェックしたがらない人もいるんですよ。なので、ちょっとライブ少ないですよね。なので、まずは美容家電を見ていくっていうのがおすすめです。で、続いて二つ目のおすすめなのはゲームですね。で、イオンもですね、結構ゲームセドリって、まあ、穴場なんですよ。で、意外と安くですね、イオンでゲーム安く売られてるって場合もありますので、これ結構穴場です。おすすめですね。で、続いて三つ目が日用品、キッチン用品ですね。で、イオンの日用品、キッチンコーナーはですね、結構な頻度で、実はセールって開催されてるんですよ。なので、これも要チェックですね。で、たまにですね、ティファールが激安で販売されてるってことが結構あるんですよ。なので、ティファール商品も、イオンで結構、稼ぎやすくておすすめですね。
で、続いてはブランド品ですね。で、ブランド品コーナーもよくセールが開催されています。で、ブランド品はですね、一つ一つの仕入れ値、ね、仕入れ単価が若干高いんですけども、その分利益額も大きく利益取れますので、資金にちょっと余裕があるっていう人は、こういったブランド品見ていくっていうのもおすすめですね。で、ここからですね、実際に、じゃあイオンで、セドリで、利益、取れた商品っていうのもお話ししていただきます。で、イオンセドリで儲かった商品は、今回じゃあちょっと3つお話しますね。でまず1つ目が三菱のレイオンクリーン水ってやつですね。でこちらの三菱レイオンのクリーン水はですね、イオンで1589円で売ってましたが、Amazon でですね、3749円で売れたんですよ。なので、まあ、差額だけでいったら2160円ですね。で、モノレートを見てもですね、かなりギザギザして、定期的に売れてるってことが分かりましたね。で続いて2つ目がナイキのローシランってやつですね。でこちらイオンで2700円で仕入れられました。で、Amazon を見たらですね、なんと5480円で売れたんですよ。で、差額は2780円ですね。で、メルカリでもこれ十分背取れます。で、メルカリ価格でも十分に利益取れる値段だったので、まあ、Amazon で売ってもメルカリで売ってもどっちもいいですね。で、イオンにある靴の専門店は結構頻繁にセール開催していることがありますので、こういったまあ、ナイキみたいな感じですね、靴ってのもおすすめですね。で、続いて3つ目。3つ目が象印のホットプレートです。で、こちらの象印のホットプレート、イオンでですね、7560円で仕入れられました。で、Amazon ではですね、9530円でした。で、差額は1970円って感じでしたね。で、こちら現品課金だったので、値引きすることもできます。で、モノレートも見てもですね、頻繁に売れてますね。まあ、こんな感じでですね、まあ、パッと見は普通の、まあ、日用品なんですけども、実はですね、イオンで安く仕入れて、でちょっと、Amazon やメルカリで高く売れるってことも全然できるんですよ。ですね。最後にまとめになります。で、今、ここまでですね、イオンセドリのやり方とか、儲かる商品についていろいろお話してきましたが、じゃあ実際ですね、私、佐野はこれやるかやらないかって言ったらば、正直私はですね、イオンセドリもうやりません。と言いますのも、その理由としてはですね、まあ、セドれる商品や儲かる商品もですね、まあ、こんな感じで確かにイオンっていうのはやれるんですけども、なんでやらないかといえば、ズバリ、パソコン1台で完結できる仕事ではないからです。と言いますのも、私はですね、基本的に働きたくないんですよ。もう働きたくないですし、もう効率いい、やるんだったら効率いいやり方しかやりたくないんですね。まあ、パソコン1台でできたら絶対楽じゃないですか。で、毎日残業でですね、家族との時間が増やせないとか、あるいは子供を保育園に預けられず仕事ができない、こんな悩みを抱えている方に向けてですね、まあ、いつでも好きな場所、好きな時間に仕事をできる環境っていうのは、一番これベストなのかと思うんですよ。ただでさえですね、忙しい中でわざわざイオンに行ってですね、広い店内に、見て、で、一個一個ポチポチやるなんてめんどくさいんですよね。なので、基本的にはですね、イオンには行かず、パソコン1台で、仕事ができる電動セドリっていうのをやってます。でもしですね、そういった電動セドリのやり方、あなたも気になるようであれば、他の私の動画、過去の動画にですね、電動セドリのやり方もいろいろ話しているので、もし気になるようであれば、ぜひ私の過去の動画を見てみてくださいね。今日もこの動画を見ていただいて本当にありがとうございました。今はですね、私がどうやって1年2ヶ月で月商1184万円稼げたのか、その稼げたやり方やノウハウ、儲かる情報をですね、一冊の書籍に全てまとめました。でこちらの書籍、今1080円で販売してるんですけども、この動画を見ているあなただけに、今回全て無料で差し上げます。で、書籍だけでなくですね、儲かる情報、11個の特典も作りました。で、11個の特典も含めた情報をですね、全てあなたに無料で差し上げたいと思います。でそういった情報、儲かる情報や書籍など読みたい方はですね、こちらの動画の概要欄チェックいただけましょうか。動画の概要欄に記載している LINE アットご登録いただければ、そちらから全て無料で書籍などを特典差し上げますので、ご興味ある方、ぜひ見てみてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。